グラスゴー大聖堂にあるチャールズ・マッキントッシュの墓。グラスゴー大聖堂にあるアンダーソン・ボーク氏の墓。マッキントッシュの名が彼の偉大な孫の一人として刻まれている。チャールズ・マッキントッシュはスコットランドの科学者であり、防水布の発明で知られる。レインコートのマッキントッシュは彼の名前にちなむものである。2016年12月29日、グーグル・ドゥードルが マッキントッシュの生誕250年を記念したものになった。グラスゴーでジョージ・マッキントッシュとメアリー・ムーアの子として生まれた。最初の職業は転院だった。1790年にグラスゴーの商人であるアレクサンダー・フィッシャーの娘と結婚した。二人の間には一子がある。彼はヨカを科学、特に科学の研究にあて、20歳になる前に転院を辞めて、 化学物質の製造を行うようになった。彼は大いに成功し、様々な新しい製造法を発明した。タールナフサについての実験が防水布の発明につながった。タールやナフサが天然ゴムを溶かすことに着目し、2枚の布の間に溶かした天然ゴムを塗って圧着した防水布を発明した。1823年科学における発見により、 王立教会フェローに選出された。彼は1843年に亡くなり、グラスゴー大聖堂の墓地に埋葬された。ありがとうございます。